はい、皆さんこんにちは。週刊文春今週も読みました。この中でですね、まあ、いろんな記事があったんですけども、と思った。私も韓国ニュース好きの私も知らなかった。ムン・ジェインの自爆が始まったって、まあ、書いてあることは別にその普段私がネットメディアとかネットメディアで見るような話が大半なんですけども、一つと思ったのがございましたね。韓国ではですね、ムン・ジェイン政権、左派政権ですね、分かりやすく言うと日本の昔の民主党よりもうちょっと左かなっていう政権ですけど、左派政権ができて以来、その、まあ、左派政権のね、人気取り政策をいろいろやってるんですよ。なんせポピュリズム、要は人気取りの政権でございますから、いろんな国民にとってその、これいいねって言われるような、一見そういいねって言われるような政策をいろいろ取ってるんですけども、その中の一つがですね、理工系の大学の理工系学部を卒業したのに、就職できてないという人に毎月ですね、14万円もらえる。日本円で14万円です。正確に言うと158万ウォンを半年間もらえるんです。まあ、それはね、大学でちょっと何かしたという名目で支給してるらしいんですけども、実際のところはですね、その多分その自分たちの人気、ムン・ジェイン政権の人気を維持するのと、あとはですね、彼らがわーっとその日本でいうハローワークみたいなところ行っちゃうとですね、失業率がドーンと上がりますよ、失業率が。で、それを防いでるんじゃないかということでございますね。まあまあ、差もありなんとは思いますよ。でもまあ、日本でそんな政策過去に取られたことあったかなって、就職氷河期の時、1999年の前後ですけども、あの前後10年ぐらいものすごい就職氷河期があったんですね。で、今大体40いくつになられてますけども、ものすごいあの時期でもこんな政策は見たことないなと。でね、ようわからんのが、なんで理工系だけなんていう世界なんですね。文系もらえへんのという世界で、多分文系の数が多いから予算が足りない。もうそれにしてもなんで文系だけっていうのを、僕みたいな文系人間はそう思いますよね。なんで理工系言う、あんな偏った連中をそんな支援しなあかんの。ほんま文系との違いって数学と理科ができるだけでしょ。大きな違いか確かにね。でも理工系の方は国のためになるという思ってるんですかね。韓国って文系の国ですけどね、みんな大統領になりたがる、最後は大統領になりたがる文系の国やのに、なんで理系有系有すんの。まあそんなん言えんですけど、それよりも何よりも、なんで何もしてへん、大学卒業生に金配らなあかんの。まあね、よう分かりませんね、ほんまにね。何してはんのか、説明できませんやん。なんかそれ5月から始まったみたい。そんな半年間ってもうまだ続いてるんでしょうね。銀行に振り込まれるんですって。うちにもちょうだいなって言って、韓国からもらえへんか。まあそうなんですけどね。日本ではあんまり報道されてないみたいですね。僕もこの文春の記事見るまで知らんかった。もっとこれ騒げようと思いますけどね。相変わらずこう今日なんか国会の聴聞あったみたいですけどね。どうなったんでしょうね、張国さんは。まあまあいいですけど、歴代大統領そのこと載ってますよ。これすごいですよ。パク・チュンヒ側近がピストルで殺害、殺されてましたね。蔡慶華、韓国語でどういう意味か知りませんけど、公衆事件で辞任。90年国家侮辱罪などで刑事告発。前都官、これも日本語ですけど、退任後クーデター等の責任を問われ無期懲役、括弧後に特赦。ノテウ、韓国語ですみません、退任後クーデター等の責任を問われ懲役17年。キム・ヨンさんですね、1997年次男が斡旋収賄罪の疑いで逮捕。金大中、キム・デジュンですか、息子3人が収賄や脱税の疑いなどで逮捕。ノムヒョン、ね、
収賄容疑で捜査中の2009年飛び降り自殺まあ、ようやってくれはるわほんまに、リー・モン・ミョンパク明白って書きますね、秋広ってことですね、日本語でリー・モン・ミョンパクですね、2018年収賄、責任などで逮捕懲役15年、この人保釈になったんですかね、確かね。パク・クネ弾劾が成立し罷免、収賄の疑いなどで逮捕、もう今確か収監されてますね、牢屋にいらっしゃいます。はい、まあそういうわけでですね、まあ理系にですね、はい、その理系の方をですね優遇したムン・ジェインさんは果たして逮捕されないんでしょうかという問題ですね、多分3年後あたりに答え合わせができるかも分かりません。はい、どうもありがとうございました。